ネイチャーアクティビストの若松信彦です。実は私は植生学、それから自然地理学の研究者でもあります。日本の生態系を守るために研究だけでは難しいということに気づいて、ナクスゼに参加しています。いろいろな自然保護問題に取り組んでいますけども、特に今重点的に取り組んでいるのはメガソーラー、それから大規模風力の建設問題です。再生可能エネルギーというのは温暖化防止には非常に有効であるということで促進が期待されていますけども、一方で地域の自然環境を大きく破壊するような行為というのが散見されます。それらの計画というのは土砂崩れを引き起こしたり、全国的に見ても貴重な自然環境を破壊する、そういったような計画です。私たちは全ての計画に反対しているわけではありません。大切なことは自然環境と開発のバランスだと考えています。私たちの仕事は地域の皆さんとともに正しく調査して現象を作ったり、企業や行政に働きかけを行う、サポートするということです。例えばですね、風力発電ですけども、建設してから20年ぐらいしかそのまま稼働できません。しかしそれによって失われてしまう自然というのは戻すのに数百年間かかるというようなことになります。私たちナックス J の先輩たちは尾瀬ヶ原、白神山地、それから屋久島、そういったところを守ってきたわけです。私たちはこれからも日本の自然を科学的根拠に基づいて守っていく、その戦略づくりのサポートをしていきたいというふうに考えています。さあ、あなたもネイチャーアクティビストの活動を支援することで日本の自然の守り手に。